ポートウィリアムの第3話になるんだけど、実際飲み始めたのは第2話目からだから、でもう第2話目で1回飲み干してるんですけど、まあちょっとだけですよ飲んでるのは、もう一杯飲もうかという感じなんですけど、いやだからもうこれだけ注いで2杯目ですよね。これだけ注いで2杯目になるともうトクトクいう音がなくなるんですよね。これ大体全部大体そういう感じなんですけど、だからよく宣伝とかでこうやってウイスキーを注ぐ時とかにトクトクトクっていう音するじゃないですか。あれ最初だけなんですよね。いやそれの音をうまく出すのにこういうところとか考えてるんですかね。ちょっとそのあたりは分かんないんですけど、これちょっと膨らんでるじゃないですか。まあ要するにこういう時持ちやすいは持ちやすいですよ、こういうのは。これあれですよね、もうだからもうバトルが始まった時にはこうやって持ってこういう感じでやるんですかね。それともこうやってやるんですかね。いやだから持ちやすいは持ちやすいですよ。ここはちょっと細くなってるから、あれですよね、よく映画、昔の映画でこう、これはこういうのではなくて、そういう専用の割れる瓶を使ってるらしいんだけど、だからこういうのに使いやすい、まあ、これをやって、よくギャング映画でこういうとこにカーンって割って、こうギザギザギザってなったので、こうやって、こういうやつですよね。やるのに、こういうのを使うんですっていうイメージで持ちやすいんか、これは。まあそういうのは映画で使うイメージの話だから、そういうことはやっちゃいけないですよね、こういうのではね。いやこれでも本当昔のウイスキーすっすげえまずかった。今の大体ストレートでチビチビやっても、ストレートでちょっと下ベラの上に乗っけても大体うまいって感じますよね。いやうまいな。でまあちょっとさすがに強いんで、強すぎて味がわからないっていうイメージなんですよ。まあ、ちなみにこういう電気機器の上でこんなことやっちゃいけないですよ。これは一応撮影ということで便宜上やってるだけだから、そういうことをやるとこういう電気機器が悲鳴を上げる時があるから、中のところにこぼれた時にアルコールと水が混じって回路の中で電気的に悲鳴を上げる場合があると思うんですよ。だからこういうことはしない方がいいですよ。なぜかというと、これが防水処理されてるとは言い切れないですからね。この例えばクラブハウスとかで使っているとしても、万が一のために防水処理ってしてあるかと思って、中を開けたら防水処理がギリギリしてないようなやつ。プロ仕様というのは多分防水処理が中でしてあるから高いのかな、これは。いやまあわかんないですけど、いやそういうところというのは毎日バトルが繰り返されてるんだよみたいなことを語る方がおられて、もうすっげえやばいよとかいう、すっげえやばいやつ来てるとかいうふうに言う方がおったので、まあそういうところなら、まあ、酒が飛び散ってくるとか、何がしかその液体が飛び散り、まあ例えばあれですよね、ニューイヤーパーティーなのか、あれですよね、野球チームの優勝祝勝会とかでこんなんが置いてあったらもうすっげー濡れてしまうから、何も防備が最近の、新型コロナに類するような透明のカーテンとかないから、こういうのかかったらやばいから、中が防水処理されてると思うんですよね、プロ仕様のやつは。だから高いんじゃないかなと思うんですけど、美味しいな。いやでまあ
たまたまスコッチウイスキーを飲みながら何を、無駄話しようかなと思うと、思い出されるのが、最近まああれですよ、イギリスですよね。イギリスで選挙があるらしいんですよ。でイギリスって何かなと思ったら UK って書くんですよ。 UK って何かって言ったらユナイテッドキングダムズですよね。でだからユナイテッドキングダムズだから、王国が ユニットされてる、まあ要するに合体してるっていうことですよ。ユナイテッドだから、そこら辺の集合体のキングダムズが UK ですよね、がイギリスなんですよ。でそこで、このスコットランドっていうのが独立しようぜっていう気風が高まってるらしいんですよ。選挙で選挙があるらしいんですよ。そのユナイテッドキングダムズの中のスコットランドというところが今選挙、があるらしくて、そこで、今取り沙汰されてるのが、まあ、俺たちというか、まあ、女性の方がよく言うてるという話を聞いてるんですけど、まあ、だから私たちは独立すべきだ、ユナイテッドキングダムズから。で、またユーロじゃなくてユーロ圏ですよね、お金でいうところの EU か、 EU に合体しようぜみたいな話で、分かれてるっていう感じで選挙戦が繰り広げられてるらしいんですよ。で、そうなんだと思って聞いてるんだけど、私自身がそのユナイテッドキングダムズの中の一員の人ではないから、日本に住んでるので、蚊帳の外というやつですよね。蚊帳の外という感じで、見てるので、感じるのはイギリスというのが、まあ、その連合の部分ですよ。 EU じゃなくてユナイテッドキングダムズの方ですよね。 UK の方で見ると立地的に言うと、まあ、島国と島を分断してくっついてるので、サイズがちょっと分かんないんですけど、日本と比べて、サイズが分かんないんだけど、かなり北に位置してるんですよ。で、まあそういう部分でスコットランドというのは、私が知る限りスコッチウイスキーしか知らないんだけど、スコッチウイスキーだから、まあこれモルトとグレーンで書いてあるから、トウモロコシと小麦な、小麦っていうか麦なんですよ。でまあ自分の国だけで仮に作っていると考えた場合に、いつも思うのが、そういう、まあそういうちゃなんだけど、フランスとかに比べると言うほど大きくないイメージがあるわけですよね。なおかつかなり北に位置してるんですよ。まあ、北に位置してるから麦が作りやすいというのがおそらく考えられるんですけど、最近の日本ですよね。イギリスのことは分かんないので、日本で言うと冷害とかが起こるとガクンと、作物の、だから最初からやんわり言うてるんですけど、作物の収量がガクンと下がるんですよ。そうすると、まあ仮に出来が悪くなると、よそから入れざるを得なくなるわけですよね。っていうところで、まあスコットランドがイギリスとの UK ではやっていけないから、独立して、EU、まあ、要するにヨーロッパ経済圏ですよね、そっちに、ドッキングしようみたいな話を、言って、その人が優勢みたいな感じで言うてるんですよ、日本のニュースでは。まあ、そうなんだと思って聞いてるんだけど、まあ、そういう部分もあるんかなと思うんだけど、問題は EU ですよ、ユーロですよね。まあ、例えばスコットランドがそれで独立してユーロの圏内に入るとするわけですね。するとユーロが出てくるわけですよ。でユーロ同士でやるから楽なんじゃないかということを、客観的に見ると一見するとそうなんだけど、スコットランド自体が持っているポンドでしたっけ、イギリスだから、ポンドをユーロに変えるわけですよね。だからスコットランド自体のユーロですよ
が、あることになるんだけど、それと他の、ユーロのところと商売をした時にユーロは同じなんだけど、スコットランドのユーロがどんどん出てくっていうような話を言ってたんですよ。何かというと、スコットランドは北の方にあって周りが海に囲まれてあるから、漁業が盛んなんだよちゅうことは言うてたんだけど、漁業が盛んなイメージを言いながら、魚とかをフランスから買ってるみたいなこと言ってたんですよ。まあ言う、まあ、フランスは言うほどにそのスコットランドほど魚を食べないみたいな感じのことを言うてて、そうなると、魚が高いんだよ、輸入する魚が。いやまあ輸出してるなら別なんだけど、輸出してるなら知らないですよ。輸入するのに、ユーロにした方がなんか得なんだよっていうふうなことをニュースでは言ってたんですよ。なんかそんな感じのことを。そうすると、ユーロではあるんだけど、スコットランドのユーロは海外の、まあ、例えばフランスとかのユーロの方に行っちゃいますよっていう話ですよね。だから関税はかからないですよ。だからユーロだから。ただスコットランドにある、ユーロが、外に出てっちゃうから、まあ、要するに輸入するときに払っちゃってるから、ユーロはユーロだけど関税はかからないんだけど減ってってますよっていうのを、じゃないかなと思うんですよ。で理由がだからユーロに、まあ、一回イギリスも最初は入って、るわけですよね。その時にイギリスのポンドを対ユーロ、まあ他の国も全部ユーロにするか、ちょっとだからフランスのフランでしたっけが、まあユーロに変える時のそのレートがあるわけですよ。でレート換算で、まあ、一律がユーロというものに一回変換するということだと思うんですけど、そうすると、まあ、そこで変換してるから楽なんじゃないのっていうのだけですよね、おそらく。で、やってないとおかしいじゃないですか。その当時の、外貨というか価格の差をユーロというので統一しようという時に、その、今までのその変換率を、合わせてユーロに変えてるだけだと思われるんですよ。で、だけだから、ただユーロになってもスコットランドのユーロが輸入だけしてたら減ってくだけじゃないですかという話ですよね。で、イギリスがつい最近独立したのはだからユーロに対してイギリスのポンドですよねが、まあポンドではなくてユーロになってるんだけど、イギリスのユーロに関してはなんかユーロはどんどん増えてくってるんだよ、イギリスは。で他の国はだから見てるとドイツとフランスが相殺しなんとかとか電気代とか、ネーデルランドだかなんかとなんかその発電だかなんかで相殺して、まあ、トイトイになってるとか言うてるところで、イギリスはだから海の離れたところにあって、ユーロとかそういうところとのそういうやり取りがあるかどうか知らないんだけど、まあ、だからあれでしょうね、独立したという、まあ、独立というかまた離れたというので言うのであれば、イギリスの、まあ、EU の持っているユーロの部分が一応マイナスでなくプラスになったっていうことだと思うんですよ。で冷静に見た時にユーロ圏に入ったんだけど、ユーロになったから、何が変わったかっていうと、まあ、ユーロで計算がしやすくなったんだけど、ユーロでいうと他の国は知らんけどイギリスは一応増えてます、ギリギリ輸出入で考えると。だからあんまり、そういうので言うとユーロにする意味ないんだけど、理由としてヨーロッパとのやり取りというよりはアメリカとか、中国とかインドです、まあ、イギリスはインドとのとかオーストラリアとかそっちのとのやり取りのが多いから、ヨーロッパとあんまり関係ないから出てっていいですかって言って多分出てったんじゃないかなと思うんですよ、ユーロの、エリアから。で、イギリスというのが
多分ですよ、おそらくヨーロッパよりアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、インドとのやり取りの方が多いんじゃないかな、あの歴史的な部分でいうと。そっちで大体なんとかなって、例えば、スペインでコニャックダルとかシェリーダルが欲しいからそっちにお金払ってる時はあるんだけどっていうぐらいしかない場合あるよっていうことを言うてるから、多分そういうヨーロッパのユーロ圏のユーロとの行き来があんまりないから、ちょっと関係ないからちょっとポンドでやらせてほしいまたっていう感じで独立分かれたんじゃないかなと思われるんです。要するに結局のところだから、そのユーロはユーロとして、だからイギリスだけなんか別枠でユーロは増えちゃってるよねっていうところで、イギリスというか、まあ、EU じゃなくて、ユナイテッドキングダムズのイギリス、 UK のイギリスが、ちょっとおかしいんじゃないかなで、ちょっと試しに出ててみましょうか、あんまり変わらんかったのでちょっと出てったんじゃないかなと思うんですよ。しばらく経ったら今度イギリスの選挙があって、今度は言うてるのが、私が聞いた時はですよ、スコットランドは魚食う人がおってフランスから輸入するときに、イギリスのポンドでしたっけ、ちょっとわからない、が高くなっちゃって関税とかついちゃって魚高くなっちゃったよみたいなこと言ってるんですよ。それから輸出するのにも関税取られて高くなるんだよみたいな感じだったのかな、ようわからんのですけど、フランスがイギリスから魚買うというイメージないから、フランスで魚介類を食べるというイメージが牡蠣とムール貝とうなぎでしたっけのイメージしかないんだけど、イギリスのスコットランドって言ってもタラとかカレーとか、もう下手すりゃ寿司が今流行ってるらしいから、すっごい魚とかエビとかゆーわっていっぱい食う食べるイメージなんで、あエビとかもあるかもしれないですね。だからそういうので言うとスコットランドの方が、入れる魚介類を入れる量が多いとは思うんだけど、いやだからカナダとかから入れ、だからカナダとのやり取りもあると思われるんですよ。ウィリアム王子が行っちゃったからね。いやで、だからそのスコットランドが EU 圏に行きたいんだって言って独立を叫ぶそのネタに使ってると思われるんだけど、ちょっと大丈夫なんかなっていうのが、おそらくは、ヨーロッパよりはカナダ、アメリカ、インド、オーストラリア、ニュージーランドとのやり取りの方がイギリス全土でいうとヨーロッパより多いんじゃないかという話で、ユーロに行く理由が何かあるんだろう。まあだからやり取りで、まあ魚とかの輸出入しか聞いたなかったんですけど、ニュースでは、そうなると、まあやり取りするとしても関税の部分はあるかもしれないんだけど、ユーロとして出てく分は同じですよ。だからスコットランドでやり取りとして、まあ輸出入で赤字になった、イギリス何でしたっけ、ポンドだったかちょっと知らない、イギリスの、国のお金の、単価というか、まあ、要するに国の、まあ、スコットランドが独立した場合に、まあ、イギリスの、ウェールズでしたっけ、ウェールズとかなんかいろいろあるんですけど、そことは別にそこの財政で、その財政が輸出入でマイナスになったら国として破綻するんじゃないですかっていう話ですよね。そこの部分が見えてこなかったので、独立してなんかでユーロにまた合体してなんか具合いいことはあるんかな。私からするとあまりイメージ的に
独立してユーロに合体してもイギリスというイメージだとあんまり変わらないような気するんだけど、それから対外的に都合が良くなるということですかね、ヨーロッパの EU 圏に対してなら分からんでもないんだけど、どうなんですかねっていうのを感じたので、のがまあ無駄話の一つですよね。これがスコッチウイスキーだからなんですよ。だから今までの歴史とか地理の話での授業とかで聞いてる話の延長線上でしか私は知らないから、それぐらいしか分かんないんだけど、まあそれも習ったのが二十何年ぐらい前の話だから、それからするとまた状況も変わってると思うんですけど、ただイメージ的に未だにそういうのがあると思われるので、まあ、多分その独立の時のネタでしょうね、おそらくに、ユーロと合体する合体しないというのを追加で言うてるんだけど、どの程度そのユナイテッドキングダムズの中でのその位置関係ですよね、パワーバランスですよ、何でしたっけ、スコットランドとウェールズと北アイルランドでしたっけ、もう一個あったのかな、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、その中のパワーバランスが、例えば今は対外的に見てスコッチウイスキーが出てるんだけど、そのうち私がいつも思うのは、スコッチウイスキーが後にまだバーボンがあるから、バーボンもあるし、またワインが来るかどうかちょっと分かんないんですけど、バーボンがあるしテキーラもあるしコニャックとかもあるから、まあそういうのがあるから、スコッチウイスキーでもう終わりだろうっていうことがギリギリ言えない、まだ紹興酒とかあるからね、まあギリギリそういうと、これの方が蒸留酒だから、老人には蒸留酒の方が抜けがいいからいいんだよっていうのはあるかもしれないんだけど、他の国のお酒もあるから一概にどうなんでしょうねという話なんですよ。いや、まあそれ私はスコッチウイスキーしか知らないから、スコッチウイスキーで今スコットランドがのある部分が乗ってるよっていうイメージ、だけなのであれば、そのちょっと前に、EU 圏から離脱して、それの第1回目のその、国の中で、その明暗を分けるような選挙ですよね。それでまあだからそういう意味で言うと、ユナイテッドキングダムズの中でもうお前らは値を上げたのかみたいな話ですよね。おそらく違うんかな。だからウェールズだから、あのちょっとあのもうちょっと下の方、西フランスに近いのあたりの下の方の下南のところのところが今無視をしてるみたいな、あのイギリスの大統領だから首相がちょっと知らないことにしてるみたいなこと、日本のニュースではなんかそんなこと言ってたんだけど、だからやんわり言うてるんでしょうね。いや最初がどうかしで離脱するときにスコットランドというキングダムがどう言うてたかは知らないんだけど、もう値を上げたのかと周りのイギリスの他の国が言ってるかもしれないですよね。という無駄話に、このフォートウィリアムというスコッチウイスキーを、チビチビ飲みながら、無駄話をしてるんですけど、スコッチウイスキーの隣に北アイルランドってあるんですよ。アイルランドって言ったらもうアイルランドというイメージしかないから行ったことないんだけど、アイルランドと北アイルランドっていうんですかね、はアイルランドというイメージしかないから、アイルランドって考えるとちょっとモンスターハンターとかやったことないんだけど、ゲームでちょっと可愛いイメージがあるな。
ちゅうところで、スコットランドがちょっとアイルランドっちゅうのがちょっとずるいんじゃないかっていう話になってるんですかね。俺たちスコッチウイスキーって言ってなんかハードな部分しか出てないじゃないかって言って、女性の銀しか出て、銀がちょっと今、出ているっていうことですかね。あれですか、あ、ピーターラビットはスコットランドじゃないんですかね。ウェールズっていうところなんですか。ちょっとわからないんですけど、だからスコットランド、あ、スコットランドっていうスコットランドヤードとか出てくるからホームズとか出てきますよね。なんか男臭いのばっかじゃないかよっていうのが納得いかないっていう女性側からの意見で、独立の機運というのを、前面に押し出しているのかもしれないんですけどもうちょっと冷静に考えた方がいいんじゃないかな。一応独立するとき、独立が EU を離れるときは、ちょっと仲間として離れると言ったかどうかは知らないですよ、スコットランドの方々は。EU になっても、ユーロになっても、スコットランドのユーロが、貿易的に赤字になった、要するにマイナスになったら国が破綻するっていうのは忘れない方がいいんじゃないだろうかと、客観的に思うっていう感じでお酒を飲んでいます。ちょっとまだ飲んでるのが終わってないんですけど、無駄に話してしまって話に花が咲いてしまいました。という第3話なんですけど、もう第3話で語りすぎて語りきってしまったので、最近の、スコットランドの情勢に関して無駄話、酒を飲みながら無駄話する、という第3話目に、朝露の降りている、草原で、農作業、まあ要するに草取りなんかするときは、かぶれる場合があるから、そういう方々は皮膚が何て言うんですか、弱いんじゃないかな、太陽があんまり当たらないから。もうだからそういうのは完全防備して、朝露で植物の成分の入った朝露でかぶれないように、農作業してはどうでしょうか。スコットランドの、政治的情勢はよくわからないので、なんとなくそれにつなげる話はないかということで、よくよく考えもしなく、朝の草取りの話から始めてしまったんだけども、第3話でまあ第2話目から、まあ、1時間でこれぐらいですよね。これぐらい、これぐらいはそれなりに、まあ、ウイスキーのストレートで言うとこれぐらいはまあ美味しくいただけるという感じでした。私からすればスコッチウイスキーの安いものが、独立してユーロと、また合体したということで高くなったら困るんだけど、個人的には日本に住む私からすればっていう、話でした。以上です。